中国共産党が年金貯蓄を施行。専門家、堂々と高齢者の貯蓄を借り取る。中国依存症が薬物中毒と言われる中、薬物依存症から目覚めるヨーロッパ。各位观众大家好，今日8月2日星期二，欢迎收睇纪元头条，我是雪儿。最近、中国共产党は、四大大手銀行が5都市で特定年金貯蓄の施行制度を開始すると発表しました。期間は5年、10年、15年、20年で、金利は大手銀行の提示する5年定期預金よりやや高い、つまり 3% よりやや高い金利です。このような高齢者向けの長期貯蓄制度の導入に対して、多くの人が何か企みがあるのだろうと見ています。中国銀行保険監督委員会と中国人民銀行は7月29日に特定年金貯蓄に関する施行制度の開始に関する通知を発表しました。2022年11月20日から中国工商銀行、農業銀行、中国銀行、建設銀行の四大国有銀行は、合肥、甲州、成都、西安、青島で特定年金積立商品の施行制度を開始する予定です。期間中は、施行銀行以降の特定年金貯蓄業務の規模は合計100億元までに制限される予定です。施行期間は暫定的に1年間としています。保障体系存在很大的问题，所以中共呢要解决这个问题，就搞了很多的试点，比如说养老保险啊、养老理财呀、养老基金呢、现在又搞了这个养老储蓄，而且这些都是在试点吧，就说不成熟，具体怎么做，只能是摸着石头过河。少し前に河南省農村銀行がシステム障害を起こしたばかりで、今回の銀行の年金貯蓄に対して庶民にはあまり良い反応はなく、ネット上で疑問を投げかけています。上海在住で定年退職者の王氏は、新東人に対し、過去、公務員は年金保険料を納付していなかった。退職した幹部を含む公務員の年金は、一般人よりはるかに高く、この赤字部分を補填するのは非常に難しい。そのため、年金貯蓄というトリックを考え出したのではないか。と述べました。来期限のコラムニストである王鶴氏によれば、中国には銀行システムに入らないお金が実は大量にあり、中国共産党によるこの年金貯蓄の導入も私有財産の強奪であり、高齢者の貯蓄を臆面もなく借り取ろうとするものだと分析しています。しかし、現実には銀行の不祥事が増えています。今年4月に河南省の4つの村銀行がシステム障害が起きたばかりで、中共が導入した政策に対しても国民の不信感が高まっています。中国无奇不有，共产党是蔑视法律、蔑视规则，这也是九平共产党里说说，你不能相信共产党，你在什么问题相信了他，你这个小命，你在这个问题上就挂掉了。但是呢，老百姓你没有别的渠道啊。王鶴氏は、中国人がいくらリスクを回避したくても、中共の手の内にあり、なかなか抜け出せないことを指摘しました。中国国民が自ら目を覚まし、中共を退陣させることで、初めて中国に希望が持てます。次のニュースです。フィナンシャルタイムズによると、数千のイギリス企業が中国との関係を断ち切ろうとしており、欧州の学者たちは EU が中国との経済、貿易関係を深めれば、公正な競争の実現が困難になるなどの課題に直面すると警告しています。欧州が中国市場への依存を薬物中毒に例えており、欧州各国は経済的に
中国中毒症を断ち切るのは痛みを伴うが、時代は変わり、早くから準備する必要があると指摘しています。イギリス保守党の党首争いは、中国カードを使っており、鈍感な企業でも風向きがわかるようになります。7月30日のフィナンシャルタイムズによると、イギリス産業連盟のトニー・ダンカー事務局長は、私と話をするどの企業も、現在サプライチェーンの再構築を検討している。なぜなら、我々の政治家が中国から切り離された世界に向かって加速していることを見越しているからだ、と述べました。中央通信社の報道によると、EU とイギリスはともに、2021年も中国との貿易を拡大し、特に EU の中国からの輸入は EU 全体の 22%、イギリスの中国からの輸入はイギリス全体の 13% を占め、中国との貿易赤字も拡大し、不均衡で深刻化する経済と貿易への依存は、今年いくつかの変数によって刺激され、欧州企業はついに目覚めの瞬間が来たと報じました。報道はドイツのシンクタンク、メルカトル中国問題研究所のミッコ・フォータリ所長と学者セバスチャン・ジャン氏が7月29日の共同記事で、ウクライナ戦争は継承であり、中国共産党がロシア側につくことを選択したことと、リトアニアが以前台湾を支援したことで中国共産党から貿易報復を受けた。香港を支持するヨーロッパの政治家が中国共産党から入国拒否されるなど、中国共産党政府の価値観や安全保障戦略の決定が EU と逆行していることを指摘しました。ミッコ・フォータリ所長と学者セバスチャン・ジャン氏は、ドイツの自動車産業や化学産業が中国との関わりを深め、ヨーロッパへの中国の投資も、特にグリーンエネルギー部門で徐々に回復している。さらに EU 加盟国と中国の間の経済関係は小さくないので、このままでは欧州経済や EU 統合にとって良いことはないと警鐘を鳴らしています。二人の学者によれば、欧州の対中経済戦略は三つの主要な課題に直面していると以下のように主張しています。第一に、中国経済の減速により、北京政府がビジネスに対してより干渉的になり、より信頼できる貿易相手ではなくなり、競争条件を公平にすることがますます困難になる。第二に、積極的な経済、貿易協力への移行が難しくなる。中国共産党による人権などに関する透明性の欠如や個人情報の侵害は、EU と中国共産党の間のトラブルを増加し、EU 諸国や企業が中国共産党と取引する際の個人情報保護にかかるコストも増加させると考えられる。第3に、政治的緊張が高まり、それに伴って経済や貿易が突然混乱するリスクがある。これには政治的なレッドラインを踏んだことによる、中国政府の経済報復の可能性や台湾海峡危機やアメリカとの衝突の可能性を高めることが含まれる。したがって二人の学者は EU の現在の中国との互恵的で公平な経済、貿易戦略の代わりに監督と情報能力の向上、主要戦略産業に対するより強い姿勢など経済安全保障と経済主権に焦点を当てるべきだと提唱しています。偶然にもデンマークに本拠を置く民主同盟財団パレイロ・プレスナー最高経営責任者も6月28日付の記事で中国共産党の台湾侵攻による経済制裁の可能性に備え欧州企業は中国でのリスクを軽減するために事前に計画を立てるべきだと論じていました。今日嘅紀元頭條就到呢度，多謝收睇。守護真相，永不放棄。再請大家訂閱我哋嘅 Patreon， 你嘅支持可以幫助我哋嘅 channel 繼續營運落去。我係雪兒，聽日見啦。